伊豆沼で冬を過ごしたマガンのホッキ行が始まっています。しかし寒さの影響で北へ向かう動きは鈍く、逆に南下してきているガンもいるようです。県伊豆沼内沼環境保全財団によりますと、マガンのホッキ行は例年並みの今月上旬から始まり、今朝の伊豆沼でも夜明けとともに飛び立つマガンの姿が見られました。マガンのホッキ行は例年2月をピークに迎えますが、今年は経由地である秋田の雪が多いため、まだ多くのガンが伊豆沼周辺にとどまっていると見られています。そこで雪がいっぱいあったり、沼が凍結していると、過ごせませんので、そういう雪解けを待って北へ上がっていくので、今年は寒波が厳しいので、それで遅れているというふうに考えられます。今日の調査では先月13日の一斉調査の時より1万羽以上も多い6万7527羽のガンが確認されました。県伊豆沼内沼環境保全財団では、一旦は秋田など北へ向かったものの、餌を求めて引き返してきたガンもいると見ています。